ブル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 。みなさんこんにちは。こんにちは。今日はクレヨンしんちゃんのプリプリプリンを作るよ。前は朝日みたいな大きさだったけど、これはでっかいプリプリプリンだよ。イエーイ。それじゃあ作ろう。ハサミちょうだい。ハカノちゃんね、プリプリプリン大好きなんだよね。味が美味しいもん。あきちゃんもちょっと苦手かな。でっか。でかすぎだろ。あきちゃん見て。お尻だ。ちっとお尻。ちんたもお尻。お尻用だ。かっこお尻用って書いてあったよね。何倍だろう。10倍じゃない。大きい。でもこれ人間からするとめっちゃちっちゃいよね、お尻。入ってたのはプリンの素、お尻用と、いちごプリンの素とチョコソースだよ。早速プリプリプリンを作っちゃおう。作っちゃおう。まずはいちごプリンの素を作るよ。入れたい。ママいいよ。朝日はプリンの素からね。ママ、すごいアポロの香りがする。本当だ。うわ、あ、ピンクだ。すごい。一番ミルクになる。硬い。うん、やっぱりプロテイン。硬い。本当だ、プロテインだ。レンジゴー。ゴー。レンジゴー。50秒。温めスタート。温め。3、2、1。あ、いい香り。バニラエッセンスの香りだ。トロ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 。お、でかくすくうと、ジャバ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 、プリプリプリ。トロ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 。ちょっと足りなかったかな。出来上がり。じゃ冷蔵庫に入れようかね。いちごミルク完成。イエーイ。次はこれだ。ドデーン。それじゃあ尻作ろう。尻尻。次は大きなお尻のプリンを作るよ。これは粉が先だよ。あー、バニラエッセンスのいい香り。うわ、プリンの色だ。はい、ストップ。左手さんに行ってるの。右手、はい、もうちょっと。まだ粉が残ってるよ。いい香り。わあわあわあ。二つに均等に分けるぞ。3分加熱するよ。いい匂い。もう粗熱取れた。あっち。え、多くない？あ、ちょうどだ。でーっか。できた。冷蔵庫で 4,5 時間冷やします。4時間経ちました。すごいね。取り出そっか。うん、大丈夫。うん、大丈夫。おおでっか。先に出てきちゃった。でかでかしてる。ブル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 。お、うひ、かわしい。イエーイ。次はいちごソースを作ってます。取り出してみる。プル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 。めっちゃテカってる。プルプルだ。お尻食べてみたい。わー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 。お尻、お尻のマーク。あふあふ。あふ。いただきます。あ、ちゃぷいちごから食べる。あ、おいしい。ミルク味がする。よし、あ、しりりミルクとかにプリ。おいしい。ミルク甘い。どうか。お尻甘い。お尻の方がうまい。あ、ちゃぷこれ食べる。いちごがないでしょ。いちごプリンが。どう、おいしい。すごいお尻にかぶりついた。かわいい、かわいい、かわいくね。お尻うさぎ。え、ぬすって。かなちゃんはこのお尻のプリンも好きだけど、ここの周りにあったいちごのプリンも好きだよ。このうさぎお尻かわいい。みんなも
でっかいプリプリプリン作ってみてね。バイバイ、また見てね。また見てね。